皆さんこんにちは、奈良岡二子です。今回は、とある撮影スタジオに来ております。というのも私映画デビューします。つっても普通の映画ではなく空想映画というね映画に出演なのか出演します。ということでお友達の本堂ゆうきくんです。どうも。大人なら社会に中指立ててやれ、その後の一つだけです。本堂です。そんなキャッチコピーみたいなのあるこれあんまり出してない挨拶だったんだけどねここで初出しで大丈夫。初出し。こちらの本堂くんはですね、まあ、私の同期なんですけれども、はい、インスタグラムで空想映画というパロディーになるのかな、フライヤーですね。フライヤー、うん、フライヤーをちょっとパロディーにして、うん、まあ、ストーリーもオリジナルでバーッと書いてるんですけど、ちょっとここに載せよう、いろいろね、まあ、いろいろ私からちょっと私も出してよっつって無理やり出させてもらいましたタキー、めちゃめちゃ嬉しいけど初めての全身タイツ、ゾゾスーツ着たことあるけどさ、あそう、ちょっとその感じが近いね。ということで撮影終わりました。お疲れ様です。ありがとうございました。ございました。なんかちょっとよくわかんないことをいろいろやらされたからか。いやそうなのね。だからさ、最初にさ、パロディのタイトルとか言っとけばよかったんだけど。何の弁当とかさ、なんかパッと持たされて、全身タイツ銀色のよくわかんないタイツを。何のパロディか言わずに始めちゃったから、ね、混乱するよね。結構混乱したけど、1個目は今やってるキャプテンマーベルっていう映画があって、はいはい、それのパロディなの。あでキャプテンマーベルのパロディで逆転でマーケルっていう、その野球のね、やそういうことね。でもう1個はこれ弁当、弁当はそれもう1個、そのキャプテンマーベルも出てるアベンジャーズエンドゲームっていう、これが4月26日公開なんやけど、ハイアベンジャーズシンプルだったわ。シンプル。確かにハイアベンジャーズだわ。だから急いでちょっと食べてる感じして。そう。インスタがめちゃめちゃ面白いんで、ぜひ。お願いします。